はい、じゃあ言う最後の部分になると思います。今回のまとめ、はい、確認もせず結構長い時間になってしまって申し訳ないです。あ、いえいえ。まあここまで来て最後はじゃあ来週っていうのもあれだと思いますしそうですね、もうここまで来たら最後までやらせてください。はい、お願いいたします。はい、じゃあ今回のまとめ、はい、計画的な行動を起こせる人間は回り道を厭わない。なぜなら成功とはその基準が、その準備ができた人間には必ず訪れる。成功はその準備ができた人間には必ず来るんだと思っているから、はい、その準備しないわけないじゃないですか。はい、そうですね。準備が全部整う、つまりそれだけの失敗を繰り返したら準備が整ったよね、まあ幸運の女神がいるかどうかは知りませんけれども、はい、その準備が整ったら成功するにもう決まっている。だったら準備しないわけがない。それだけ失敗を厭わない。はい、単純な方程式だと思いませんか。はい、本当にそうですね。変えるべきは一つ、宝くじ思考、ちょっとの努力、支払い、代償を嫌がって成功だけ、結果だけ欲しがる、この考え方をやめましょうってことですよね。はい、もう一つ、典型的なこのパターンというか共通点というか、はい、成功するためには創造的なビジョン、まあ、ナポレオンヒルプログラムではクリエイティブビジョンというんですけど、はい、要するにこれは何かっていうとね、今日の話の流れで言えば宇宙を創造するということ。はい、我々は何か生かされているんだとか、そういうなんかそういうスピリチュアル的な捉え方っていうのは俺はあまり自分からはしたくないんですけども、はい、やっぱり自分は何かに生かされて、その生かされて誰々様とかそういうんじゃなくて、はい、生まれたいっつって生まれてきたわけじゃないじゃないですか。はい、何か自分では身も知れない大きな力が作用してるっていうのはあると思うんですよね。はい、で世の中広いわけですから、はい、地球って言ったってでかい、もう70億人ぐらいの人間がいるわけでしょ。はい、そうですね。その世界に生きているんだってことはまあ理解はできるじゃないですか。はい、できます。地球っていうふうに考えただけでも本当に世界って広いよな。自分以外の人たちが69億いるわけですから。そうですね。もう数え切れないぐらいの人がいるわけですね。そうですね。それぞれにいろんな考え方と人生があるわけじゃないですか。はい。で、さらにそれをもっと広がると、宇宙というとんでもない大きな空間の一部なんだな、自分は。そんな風にね、やっぱ想像してみる。はい。やっぱり毎日生きてるだけだと実感できないので。はい、そうですね。なので気にしなくたって生きていけるでしょ。はい、そうですね。でもそれをちょっと立ち止まって、この宇宙に生きているんだなっていうことを考えてみる。そして心の深い部分をしっかりとこう見つめるために瞑想してみる。だからそういう意味でナポレオンヒル博士はその宇宙がどうとか瞑想が出てくるんですけど、はい、要するに自分のありきたりの日常の生活だけが小さな世界、それが全てじゃなくて意識を広げるたらどうですかってことが言いたいわけですよ。はい。そして優れたパーソナリティって本当に重要なんだよなと思ってほしいんですね。はい。だからうまくいかないで人を嫌う、呪う、悪口言う、暴力を振る、そういうんじゃなくて、はい、自分のステータスを高める。はい、嫌いな人がいたらその人の不快感とか問題を私が解決してあげる。自分のステータスを上げよう、相手に変わってもらおうって甘えるんじゃなくて自分が変わろうとする。はい、そしてあとは勇気ですね。はい、で勇気ってことはかっこいいんですけど、じゃあ勇気って具体的に何か。はい、勇気とはそれが支払う代償なんですよ。あ、はい、時間使う勇気、はい、お金使う勇気、はい、大抵もうまくいかないかもしれないけど土鍋を使う勇気、はい、支払う代償大きいんです俺の場合ね、その失敗したご飯は、はい、それでもチャレンジするっていうのが勇気だと思いません？はい、本当にそう思います。いや俺は勇気はあるんだけどさ、でも別に炊飯器でも別に困んないし、そういうなんかいやぐちゃぐちゃぐちゃ言う人どうですか？なんか嫌ですね。俺みたいに失敗してべちゃべちゃのご飯を食べ、
でも次こそはって言ってる人ってかっこ悪いですかね。あ、いえ、かっこいいと思います。ありがとうございます。だから本当人って、はい、代償を支払う方がかっこいいんですよ。ステータス高いわけですから。はい、そうですね。目先の時間、行動、お金、そういったものにとらわれてなるべく損をしたくないことを言い訳ぐじぐじぐじ、そうです、ステータス低いでしょ。はい、本当にそうですね。人間としてダメだとは言わないですけど、ステータスは低いですよ。はい。で、ステータスが高い人がやることは準備をするってことですね。はい。で、そのためには考えるんですよ、たくさん。はい。お米1合に対して水の配分とかはい。で、実際に炊くんですよ、行動するんですよ。はい。で、失敗した時に落ち込んで何がいけなかったんだろうって悩むんですよはい、まあ俺のことばっかりじゃないですけれど、はい、でも成功ってやっぱりそういう方程式があるわけですね。はい。で、繰り返すこと。はい。だからあのナレーションの動画あるでしょ、今だったらあのちょっと怖い系のやつ。はい。ねえ、やっぱりどんどんリテイク出してこないと。はい。で、それダメ出しされて当然なんですから。はい。で、それだけ次上手くなるわけですから。はい、そうですね。失敗するのは当然。はい。失敗なんぼのもんじゃいっていうのがステータス高い人の態度ですよね。ああ、はい。で、そういうふうにしてトレーニングしていくとやっぱり良い声になっていって、いろんな場面で使えるようになっていくってことですよね。はい。どうですか、天下さんが人が羨むような良い声になって、いろんなことを的確に分かりやすく伝える、そんな力をマスターしたらどうでしょう。もうすごくこういろんなこう人間関係とか自分がやりたいことに対してもこう何でしょう、伝えたいことが伝わるだけで、伝えたいことが伝わると本当にこう人間関係も良くなるし、自分がやりたいっていう方向にもこうスムーズに行きやすくなるので、すごくいいなって思います。そうですよね。はい。まず自分の言いたいことが言えるようになる、これだけでも大きくないですか。本当にそうですね。素晴らしくね、あのジャパネット高田社長みたいにあそこまでいかないにしても、はい、まだ完璧に伝わらないにしても、せめて言いたいことを飲み込むよりは言えるようになるって、これだけでも大きいんじゃないですかね。本当に大きいですね。じゃあ優れたパーソナリティ、はい、柔軟さが重要。これはナポレオンヒル博士の言葉です。はい。だから失敗した、落ち込んだ、何でもいいんですけども、いろんな物事の捉え方をしましょう。だ、柔軟にいきましょう。これ大事な要素ですね。はい。で、やっぱりね、いい人ぶる、八方美人、その嘘はダメ。はい。まあ、暴力がダメっていうのと同じぐらいダメですよね。はい。ごまかさない、背伸びしない。はい。で、正直は重要だから、本当はもっと給料が欲しい、上げて欲しい、そういう正直っていいんですよ。はい。で、そういう現実っていうものを望む形に変えるためには決断力っていうのが重要な要素ですね。はい。あの F さんのお話しましたよね。はい。何でも曖昧にしていったら、まあああいうような人生になりやすいと。はい。決断する、だから行動するなら行動しましょうと。はい。ね、もう難しくないですか。そうですね。はい。で、今日の最後にお伝えしたいのはコンフォートゾーンですね。はい。まあ掲示板の方でもちょっとやり取りあったし、あなたもそれで調べたっていうことを言ってたから、 ある程度お分かりだと思うんですが、改めて俺の方からちょっと伝えさせていただきたいことがあるので、よろしいでしょうか。はい、お願いいたします。はい。コンフォートゾーンっていうのは1908年に心理学者のロバート・ M ・ヤーキーズ氏とジョン・ D ・ドットソン氏という方が、まあ、まとめたことらしいんですけれども、はい、相対的に快適な状態によって一定レベルのパフォーマンスを発揮できる。で、一方でパフォーマンスを最大限に発揮するには相対的に不安な状態、つまりいつもより少しストレスが高い状態が必要であることが分かった。はい、日本語で言えって感じですかね、まあ、はい、平たく言えば、はい、適切な不安、まあ、ストレスでもいいんですけど緊張でもいいんですが、
そういう状態にある時って一定レベル以上のパフォーマンスができるってことですよ、人は。はい。だから多少の不安必要、はい、良いこと、はい。でコンフォートゾーンとは何か、はい、ぬるま湯っていうような言い方にもありますけども、要するに今ここで言いたいことでもうまとめてしまいますが、はい、自分が快適だなっていうようなところ、ぬるま湯、コンフォートゾーン、はい、そこからちょっとはみ出すと不安とかストレスって感じるじゃないですか。はい、そうですね。それが適切な量の時って人は伸びるんですよ。はい。でもね、快適な方がいいはいいでしょ。はい、そうですね。はい、ですよね。はい。でストレスが大きすぎちゃってもパフォーマンスっていうのはそのレベルで言うと急降下するんですよ。はい。だから適切な不安、適度な不安っていうのはものすごい微妙な範囲なんですけど、はい、まあ、そんなね、難しい話でもないんですよ。はい。例えば何かをやり遂げるときってこうドキドキワクワクしませんか？はい、します。趣味で何かジグゾーパズルを作るでもいいですし、なんかちょっとストレスといえばストレスなんだけども、その例えば映画なんかでヒーローがやられそうになってる時に頑張れみたいのってぬるめじゃないじゃないですか。はい、はい、そうですね。でもヒーローがあまりにもボコボコで悲惨になっちゃってるとちょっと見てて辛くなっちゃないですか。はい、そうですね。適度にやられるところがいいですよね。はい、そういう適度な不安、ストレス、悪いものじゃなくて、なんか自分がすごく高揚してくる感じ、はい、なんか走ってても、あ、今いい感じだな、ちょっと乗ってくる感じみたいなって想像つきますかね。はい、つきます。そういう時って勉強でも何でもすごく伸びる状態なわけですよ。はい。だけどもね、ストレスってその悪い言葉みたいに捉える人多いでしょ。はい、そうですね。適度っていうのはすごくいい。でもありすぎると良くない。だから多くの人がストレスでこうしんどくなってるのはストレスが強すぎるんだけど、ストレスがゼロが最高じゃないんだってことですよね。あ、はい。その適度な不安、だから快適もすごくいいですし、強すぎるストレスダメですし、その本当にいい場所っていうのは微妙なんですけど、はい。そのために必要なのはやっぱり自分のネガティブな感情をどうコントロールするか、要するにあなた自身の問題だってことなんですよ。はい。で、難しいかどうかっていうその前に、はい、あなたがこれから挑戦する人生を送りたいのか、ぬるま湯に浸かり続けたいのか、どっちかってことですよね。はい。で、まあこれはもうどっちかなんて一時聞かないです。もう答えは分かってるし、もうこっちでこう、こっちに答えるっていうふうにもう俺は思っているので、はい、さすがにここでぬるま湯に浸かり続けたいですっていう人は聞いてないと思うんで、この動画をね。そうです ね、 ね、ある人の言葉なんですけど、はい、人生とは、はい、予期せぬ変化の連続。誰の言葉かわからないんですけど、はい、人生、要するに本当そうですよね。いつ何が起こるかわかんないじゃないですか。はい、そうですね。でそれに対応できる自分でありたいのか、何でも依存してやってもらおうとして、うまく結果が出ない時に相手のせいにする、そういう自分でありたいのか、これももう聞く、今更聞くまでもないと思うんですよね。はい、そうですね。だから本当、人生っていつ何時何が起きるかわからない、それはもう誰もがこれにはイエスって言うと思うんですよ。あ、またスカイプがちょっと調子悪くなったみたいなんで、一旦区切ってちょっとスカイプを切り直します。